で、設計図を。こういう感じかな。うん。こういう感じにして、で、ここをちょっと階段にしたいから。サイドにこう、階段取り繕ってもいいんだけど。壊しちゃおう。こうして、収納箱、わら扉収納箱、料理台、椅子、特殊椅子、もう一個、ふぅ、料理台、あとわら扉で、収納箱、木が足りねえ、木を借りに行く。メタルスライム、この石投げて殺すんだ。そういうことか。だからこうやって石がいっぱいあるわけだ。賢くないか。普通なかなかの孔明じゃないか。これ賢い。
まず椅子。ほい。で、来た。できたよ。院内食堂。病気を治すには栄養があるものを作らねば。うん、できたよ。あ、そっちから登ってくるんだ。あ、そっち。あ、みんなそっちから登っちゃうんだ。はい、できました。ちょっとここ木にしようね。まず話終わってから。やっほーい、ついに調理部屋を作ってくれたんだな。俺だって10歳考えたぜ。もういっそ生で魚を食っちゃおうかなって。けど俺には勇気はなかった。笑ってくれよ、情けねえやつだって。だが待った、甲斐があったぜ。これでやっと魚の料理にあれ作るってわけだ。魚ってのは栄養満点でな、病気の患者に役立つ食い物のはずだぜ。魚の料理作って病院の患者たちにも食わせてやれよな。はい。何を今さら感情を気遣うようなことをだって。え、てこ、お前ってたまにツッコミがきついよな。はい、できました。そういえばさ、命の木の実もらってたよね。食べてなかった。はい、うん、じゃあとりあえずこう木造建築、木造にしちゃいます。床からやっちゃおうか。床これ結構さ、範囲難しいよね。範囲あ、ここほら、ここちょっと開いちゃった。こうして、壁、ほおー、いい。あ、ほら、ここ余っちゃった。ここら辺もさ、ちょっとこの隙間が嫌。はっはっ、ダメだ。ちょっと土を置いてからやらないと。お、できた。で、こっちの中もせっかくだしフローリングにしちゃおうよ。ほい、ほい、ちょっとだけ石だけど、まあいいでしょう。ちょっと石の方がおしゃれでしょ。趣があるね、趣が。で、ここにね、木の階段を置きたいんだよな。木の階段、木階段。あった。5個、もう1個。10ありゃ足りるか。入れ替え、いいね、いい感じじゃないこれ。普通にいい感じだと思わん？なかなかのセンスだよね。うん、自分で言っちゃったよ。うん、我ながらいい感じじゃね？なことない？普通？で、ここら辺もさ、壁をさ、木に変えた方がいいよね。ほら、こうやってさ、めっちゃなんかここえぐ、クソえぐりよるな。なんか一つの部屋ができそうだ、ここだけで。
一つの部屋にしてしまおう。さっきちょっとイワシ料理しちまおう。イワシを、ん？これなんだ？木だね。イワシの炭焼き全部オッケー。この人だね。はい、どうぞ。助かるべ、うん、じゃあちょっとここいらで床のフローリング食っちゃって、フローリングもね手に入ったんで、今あるところ全部きれいにします。取りかかれ。レベル上がっちゃった。4。あー、ここちょっと隙間が。んで、あとこいつマジで壊すな、壊すなバカ。なんでリカント中入ってんの。とりあえずね、木の床フローリングにね変えました。全部ここも、うん、でなんかねここがねだいぶえぐられてたから部屋にしようと思ったんだけど、宝の間を作ろうかなと思ったんだけど、どうやらねなんか部屋の条件が満たせられてなくて、まあとりあえず大倉庫でも突っ込んでおきました。大倉庫突っ込んでおいた。とりあえずね、多分高さ2マスで屋根蓋しちゃったから、蓋しちゃっているっていうことだから部屋判定なくなっちゃってるのかな。けど普通だったらこの2マスでいいんだもんね、部屋として認められるには。埋まってるところを掘ったからダメなのかな、なんかちょっとそこら辺よくわかんないね。うん、いや部屋判定前のとこでは高さ2マスでも別に問題なかったもんね。ロロンドとかショーターとかの野郎どものね部屋はもう最低限の広さしか用意してやらなかったからさ、ちょっとよくわかんない。うん、でまあそれはいいとして、とりあえず拠点の、改築完了したから、次こっちで満月丸これを作ります。もう素材はね揃ってるから、バヒバリ、銀遊魚、白い花びら、これをあげようか。誰だ、もしかして全員かな。君話す頭が痛い。これは違う、ダメだ、違う2人だけか。とりあえず救えたのは2人だけで、ハゲは特に出てないし、上かな、あL、 なんということでしょう。患者様の治療が完了したのですね。長きにわたる治療本当にお疲れ様でした。エテコ様には感謝してもしきれません。しかし必要な治療は終わったはずなのに完治しない患者様が多くいらっしゃいます。2人いるね。睡眠で回復するのでしょうか、それとも何か別の原因が。かゆいって言ってたがまた別のなんかあるんだろうね。上言で言っていたウルス様というのは
確か元老はの、様の弟子だったはず。ひょっとすると何か関係が。やっぱ生きてるね。うん、やっぱ生きとるわ。エデコ様は治療は一旦終わりです。本当にどうもありがとうございました。はい、私としたことがすっかり忘れておりました。実は一つ作ってみていただきたい、部屋の設計図を書いてみたのです。衣服の乱れは心の乱れ、心の乱れは恐ろしい病を呼びます。エテコさん、もしも可能であればこの設計図通り部屋を作ってください。はい、来ました、服部屋。これでまたね、みんなお着替えするようになるね。なんか入ってるかな、ちょっと入ってる。さて、じゃあどこに建てる？ここ一回潰すか。服部屋、サイズは？サイズどんなもん？サイズ、ちっちゃかったらここにする。あ、ちっちゃいか。そんなに大きくはないね。じゃあここにしようか。ちょっと邪魔かな。ちょっと邪魔かな。ここにする？それか、町の考え中。エデボン家考え中。この寝室もね、ちょっと場所変えたいってのもあるから、これをどかしてちょっとここ広めにまた作り直そう。ここ、寝室を、寝室広めに作り直して、で、この医療、あの衣服部屋をどこに建てるかちょっと一回考えましょうか。そうしよう。で、一回寝る。で、一回寝たらさ、あいつら起きてくるから、その話まず聞こうか。起き上がってくるでしょ。来た、来た？ん？あ、来たね、一人来た。どうも、ザコ。お前か。病気は治ったみたいだよね。でもさ、自分ではないのね。おいおい、自分は何がある人間ってのはないのね。おいおい、起き上がれね、友達のいる場所にあるが、ひょっとするとまだ治らねえ人中は、おいらと違う病気あるかもしれない。かなりの、血は出るまでは、全身をかけましょって読んだんだ。おっかねえ。